はいどうもヒゲちゃんでございます。今日はですね12月16日ですね、大阪から静岡に向かっております。荷物を積み終わって出発したところですが、会社でね電話したところ、一斉湾岸道でね、事故で通行止めだということなんで、名神を迂回していくんですが、ちょっとこの動画を編集する前にですね、あるツイッターを見ましてですね、こういうことで、ご遺族の方ですかね、ちょっと情報を求めてる方がいらっしゃいますんで、もし、このね、この日にあった事故について、ちょっとドライブレコーダーとか記録ある方は、この方にちょっとお知らせしてあげていただけますでしょうか。それだけ、お伝えさせていただきます。はい、というわけでですね、今日はですね、このままね名神迂回して、で新東名の方に普通に入っていったんですが、途中でね工事渋滞、事故渋滞っていうことでね、またね4キロほど渋滞してたんですね。で浜松サービスエリアで休憩してる間にこうだんだんちょっと減っていっとったんで、なくなるかなと思ってたんですが、予期せぬ長い渋滞にはまってしまい、ひたすらぼやきまくるというような感じなんで、リアルなところねどれぐらいぼやいてるかっていうのをね、見てもらおうかなと思います。ぼやきすぎてぼやきになってしまいました。全国の女子高校生の皆さん、お待たせいたしました。天才ぼやき様でございますよ。今日はおっさんドライバーがブチ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 ぼやき倒してるのを見ていただこうと思いますわ。では早速ご覧いただきましょう。さあ皆さんご一緒に、あポチッとな。いやー、ここでなんかこの渋滞きついな。あれ最初事故渋滞って書いてある気がするんだけどな、ここ。工事渋滞に変わってるな。土地で変わったんかな。今日はね、12月の16日の月曜日、繁忙期なんですけどね、この時期にこの4時、今ね4時25分、この時間でね、渋滞、きついな。しかもちょっと予期せぬ渋滞ね。なんやったらあるかななんて思うんだけど、ちょっと困りましたね。思ったより時間がかかりそうです。なんか書いてますなこれ。ここから2キロ先、路肩事故注意、工事渋滞2キロ。もうなんか渋滞と工事渋滞が異色だなと思うね。そういうことでございましたか。いやー、どうにしてもちょっとこの携帯あと2キロでなんとか解消されるのでしょうか。あれからねまだ10分ぐらいしか、渋滞入ってから10分ぐらいしか経っておりませんが、どれぐらいかかるんでしょうか。ちょっと進んでますか。正確にねこういうのがちょっと僕の勉強不足なんかな。なんか急にこう工事って現れるんですよね。なんか分かってる人はやっぱ分かってんのかな。いやいや、ここ調べたらちゃんと予定出てるぜっていうのがあんのかな。何時からここ何車線止めるぜとか、そういうのがねこう事前にこうね一日の初めでねこう天気予報みたいに知りたいね。
大体主要なところでこう何時からねこう天気予報みたいに入ってけへんかな。そういうのがあったら楽やねんけどな。じゃあもうこれでこういうふうにこうこの時間はこう計画立ててこの時間にかかりそうやからいやこっち迂回しようかなってすぐこう朝のうちにね予定を立てられるんですよね。なんかそういうアプリないのかな。もう何時から何時まで今日はここでこう何車線通行止めしますよとか何キロぐらい渋滞する予定ですよとかあったらいいねんけどな。こう予定外でねなんぼでもね抜け方あるんすよね。なんやったらこんなにこうかかるんやったらね浜松稲佐のところから東名に抜けてでまた東名が混んでんやったらもうまあまあうーんまあ俺はもう清水からまた戻ってくるとかなんぼでも迂回ルートあんねんけどね急にこう来ちゃうと辛いな。まあ、どれぐらい？まあ、まだ20分ん弱ぐらいかな。渋滞に入って17、8分でしょうか。もうこんなん一瞬で通り抜けてんねんけどね渋滞なかったらね。年末はちょっとねみんなこれ急いではるからね結構ね、まあ、出発もちょっと遅なってとかねえ繁忙期でこう 夜せっかくやから走ってちょっとでも早く現着したいいう人も結構おる状況やからね辛いと思うよこれ。合流まであと 1.5 キロあるって言ってますさ。1.5 キロ先が、右車線1本だけ通行できる状態みたいです。今看板出てました。 1.5 キロこのスピードまだかかるな。動いたり止まったりやからな。もうちょっとこうね愚痴るぐらいしかできないですね愚痴るぐらいしかできん。もうダンダンって怒ってた時期もありましたけどね若い時はね若い時はね僕も20代ぐらいからね20代後半が乗ってますからねもうハンドルどんどん叩きまくっとった時もありましたよもうね今はもうしゃあないっていうのもあるけどねもう抑えるようにはなりましたけどねもうちょっとかかりそうやな。今あそこでなんか事故やってましたね。あっこの事故おお。ねえ福津さんとどっか知らないとこっすですね、大型同士の事故ですね。まあこれは渋滞には関係はないですが、まあこの時間ね大型トラックばっかりなんでね、まあ、大型同士の事故もありえるでしょう。から約30分が経ちました。まだ合流できません。名神を迂回して30分ロスしてこの意外な工事渋滞に巻き込まれ30分をロスしております。最初ね4キロ渋滞って出てたんですよ確か。でもね20分ってなってたんですよね通過時間で。その後見たら15分になってたんですよ。これまあ短くなってるからあこれ休憩したら大丈夫やろうと思ったんですがもう渋滞入ってから30分経ちました。どういうことでしょう。わかりません、まあ、あと1キロぐらいでおそらく合流すると
思います。はは、皆さん合流で動き出しました。まあところね、こちらも右に移動しましょうかね。この富士運輸さんをねこう入れましょう。であとね、1台ずつね、こう俗に言うファスナー合流っていうやつですか、順番に入っていったらこうスムーズにいくんですよね。トラック同士はねこれ分かるんですよね。乗用車入ってくるとね、もうこう2台3台でねこう入ってこようとするんですよね。じゃなくて1台ずつ入ったらよろしいんです、順番にね。で次のね、一本になる合流も半分ずつ入ったらいいんですよ。まだ 700m あるやん。ここから一本なのに 700m もあんのかいな。ね、話は変わりますが、私のこれトラックね、オートマ車って呼ばれるもんですかね。なんかちゃんとしたオートマ車じゃないんですね。なんかオートシフトっていうんですか。まあとりあえずクラッチは不満でもアクセルだけで、行くんですけど、まあね、僕ちょっとね、これ乗り換えたのはね、あんま嫌やったんですけど、クラッチをね踏む左足がね、こう足裏がたまらんのですよね。職業病と言いますか、踏んでるとね、踏んだり上げたりするのがもう足の甲とかがたまらんなってきてね。でこうオートマ車にこう乗り換えさせてもらったんですよ。まあね、オートマ車はね、本当スタートと加速は悪いしね、こうシフトが変わるときにね、こうガクンガクンってなったりとかねするしね、本当ね、正直ええとこないんですよ、あんまり。でもね、この渋滞の時はいいですね。渋滞の時はありがたい。もうちょっとね、アクセルをこうオンオフするねだけでいけますんでね、これはねありがたいんですよ。もうミッションの時はね、この渋滞がね、また足が痛い時はもうたまらんのですよね。かといって手でねやるわけにもいかんしね、足変えるわけにもいかんしね。で左足をこう酷使しとったらね、もう血もたまらんって、こう今オートマ車乗ってますけど、こういう時だけはね本当にいいですよオートマは。それ以外はねあんまり好きではないですねもうガクンガクンするしね、加速遅い割にだから荷崩れ起こしやすいですからね、これね。結構ねデメリットは多いんですけど、まあ、今はね、左足楽です左足楽やからもうまたミッション乗りたいな今は。あ、ちょっとこうスピードが出てきましたね。いやー、ようやくか。もうあと 200m ぐらいになったか。4時25分ぐらいに、この渋滞に、あ、25分前やねに入りまして、22、3分に入りまして、今時刻は5時2分でございます。何分もうようわからないな。40分ぐらいですね。40分ぐらい今渋滞に中にいます。ほら、やっぱこれ透明回った方が絶対早いわ。まいったな。せめてだから掲示板通り20分で抜けれたらね、まあ大した問題はないんですけどね。もうすでにこう40分おるからね。はい、ようやく一本に合流のようです。もうね、これトラック同士だとね、合流は非常にスムーズです。1台1台
ね、ちゃんとファスナー合流させてくれる車がほとんどなんでね。まあ本当ね、乗用車が多い時はね、ちょっと前へ前への人がね、まあいてはるんでね、まあ、前の動画でもなんか言うたかな、ほんま若手芸人かってね、前へ前へ言うてね、一台でも前へみたいな人がね、たまにおるとね、めんどくせえなという合流めんどくせえなって思うんですよ。そういうのを見たね、乗用車の人とかがね、こう触発されてね、前へ前へがね、もう若手芸人が増えたりするんですよね。そういう時がね、一番困るんでね。あ、動き出しましたね。40分ロスでございます。何もなければ3分で通過できる。わあ、もうまだ静岡サービスエリアもまだ行ってないもんな。なんだほんまもう、ほんと何もなくスムーズに行っとったら、もうちょっとで高速降りるぐらいになってもおかしくないですよ。高速降りる時間でもね、おかしくないですよ、沼津の方のね。いやー、あとはスムーズに行けることを望みましょう。はい、ようやく渋滞を抜けることができました。まあ、静岡サービスエリアのまだ手前です。あとね、そうだね、1時間ちょっとぐらいかな。うわー、6時回るな、正解やな、これは。おー、またなんか中井からまだ自己渋滞3キロ15分で出とったね、今。まだ僕はそこまで行けへんからね、いいですけど、この先まで行く人、また自己渋滞かえと思いますよね。まあ年末増えてくるね、たまらんね。もう一回なんかこれが伸びていったらたまらんね。しかし、いや、やっぱ多いな、とかそういうの渋滞が多いっすわ、年末は。もうあとね、2週間やからね、繁忙期というか、もう年末までね、ほんま何事もなく正月を迎えたいものです。あ、渋滞5キロ25分に伸びとる。いや、先行く人またこれ嫌な思いするんちゃうか。まもなく長泉沼津で、降ります。時刻は午前6時。予定よりやっぱ1時間ぐらい、1時間弱ぐらいかな、遅くなりました。1時間ちょっと遅くなったな。はい、というわけでね、荷物を下ろしてこようと思います。着いたらね、今日は荷物を下ろしたら終わりです。はい、荷物の方下ろし終わりました。現在7時22分でございます。午前今からね、風呂入りにガソリンスタンドへ行こうと思います。まあ、いつもの行ってるところですね。いや、遅くなりましたね。まあ、繁忙期ね、仕方ない部分でしょう。
はい、というわけで、渋滞中のねリアルなぼやき見ていただきまして、というわけで、このチャンネルでは大型トラックドライバーの日常を動画でアップしております。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。